これからどうしよう。何か計画とかないのか？旅人さん、パイモンさん、お待ちください。あれ、アユカ？一つ頼みたいことがあるのですが、ご心配なさらずに。今回の依頼は、シャブ業や神里家とは関係ございません。私個人のお願いです。個人ってことは、プライベートなことか？はい。私のお母様に関することでございます。突然で申し訳ないのですが、このことは、あなたにしか頼めません。先日、古い蔵の中から、お母様が残した手記を見つけました。そこには、お母様が書き留めた様々な冊子が記されていたのですが、その中に、私の聞いたことのない人名が、頻繁に出てきていて、とても気になるのです。お母さんの友達じゃないか？はい。両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、関わりがあった人物については私もお兄様も大抵は存じております。ですので、この名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。ぜひお会いしてみたいと思い、手記には相手の名前は椿と書かれていました。お母様から高く評価されていて、個性的で遊び心あふれる方だったようです。聞いた感じ、女の人の名前だな。はい、その女性に会ってみたいのです。じゃあオイラたちは何をすればいいんだ？人探しか？いえ、手記には彼女の住所が記されていましたので、直接そちらへ赴けばいいでしょう。旅人さんに依頼したいのは、その一緒に手土産を用意していただきたく思ったからで、それと先ほど言ったことはどうかご内密にお願いします。もともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきなのですが、今お兄様はとても忙しく。はい。あなたは礼儀作法に詳しく、人を思いやる心を持った優しいお方です。それにとても頼りになりますし、あなたといると安心できます。おお、手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。報酬は、そうだな、うまいもんをご馳走してくれるだけでいいぜ。それは良かったです。もともとこの機会を利用してお二方と一緒に歩きたいと思っていたのです。よろしければ一緒に行動しましょう。もちろん、いいよな。ありがとうございます。では早速出発しましょう。まずは小倉屋へ。おう、行こう。